メガサブ TV。 はい、どうもどうも。コンビニ袋とゴミ箱のメガサブ上げて夏場はほぼほぼ茨城にばっかり行ってます。なので地元のエリアは今この辺がゴミ拾いになってますね。感じで入っていきます。では拾います。バスも気になる。今日はゴミ拾いです。あ、来たぞこれ、ほら来たぞこれ、これ来たぞこれ、これ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 ラインめっちゃラインね、これラインほら龍馬こういう風に、あ、これは完全なる釣り人のゴミなんで 100% 釣り人のゴミ糸くんだからいっぱいゴミがあるんです。ちょっと全部拾いきれないんで、コンビニ袋しか持ってないんで、コンビニ袋しか持ってないんで、ちょっとこの辺まどめで、なんかコンビニ袋いけないで足りねえ、コンビニ袋いけないで足りねえ、コンビニ袋いけないで足りねえ。こういうところで食って全然食ってくれる。そんなわけで、取れてんだっけ、46袋目終了で、完全です、はい、はい、釣りをしに来る人たちじゃない人たちが、ゴミは捨てる、そうだね、ゴミは捨てるな、な、捨てるな、中学生も言ってます。ゴミは捨てるな、捨てないです。これから大人になっていく中学生のためにも地球はきれいにしてる。以上、以上、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたね。バスシーズン、地元の野池に行かずとも
ゴミは拾いに行くメガサブ親子でした。フィールドは綺麗にね。